ケペケ持ってきて、ペケペケはペケペケ持ってきてください。ダンクペケペケペケはペケペケ、おもちゃ箱のとこにあるよ。あ、じゃなかった、そっちにあった。あきこさん、グッバイ。あのチューバッカーは、チューバッカ、チューバッカ、チューバッカ持ってきて。ルーを天才犬にするべくおもちゃの名前を教えたいと思います。タノはほぼ覚えていますが、ルーちゃんには初めて教えます。じゃあルーに、はい、リンゴちゃんです。これはリンゴちゃん、リンゴちゃんだよ。いくよ。あ、タノが取りました。ダン君が邪魔しよるからね。こういう時はですね、ルーが持って行ったけど、本当はしつけするときは1対1の方がやりやすいです。なぜならば集中できるから。こうやって他の犬が邪魔すると集中力が切れます。はい、ルーちゃん、これはね、チャイコフスキーくんだよ。チャイコフスキーくん、わかる？ルーちゃん、ルル、これチャイコフスキー。よし、持っていた。じゃあ持ってきて、ルーちゃん。それチャイコフスキーくんだよ。あ、リコーション。あ、もうダン君にしようね、しないよ。ルー、これはお肉です。お肉、お肉。ルーちゃん、チャイコフスキー君がいいらしい。チャイコフスキー君持ってきてごらん、ルーちゃん。チャイコフスキー持ってきて。ル、ルチャイコフスキーだって。はい、全く集中してませんね。こういう時はもう教えるの無理なので諦めます。もう暖炉が全部おもちゃを、全部自分のおもちゃっていうなんか認識があるみたいで、ルーがちょっとでもおもちゃを取ると怒ります。チュウくんだよ。全部ダンクなの？ケチだね。ケチだよね、ダンク。こうやって、それさっき言ったやつ。それビンコちゃん。ああやってね、ダノは独り占めするんです。ケチな兄貴ですね、ケチな兄貴。弟におもちゃも譲らない兄貴です。普段おとなしいくせにおもちゃのことと食べ物のことになると、ダノはなんかガが出ます。はい、意地悪暖炉、意地悪暖炉。全部自分のと思っているから今シュシュしてますね。その頃、ルーちゃんといえば
僕おもちゃで遊ぼうと思ったらお兄ちゃんに全部取られました。あの人少しも貸してくれません。ケチですね。ケチだよね、ダン君って。